月刊タウン情報トライアングルで連載中のインサイドレノファー。はい、背番号14番沼田圭吾です。よろしくお願いします。お願いします。はい、どんな印象をお持ちでしょうか。そうですね、本当に自然豊かなところで、まあ、山もあるし海もあるしご飯の美味しいところって思ってます。あの試合以外で山口に来られたことはありましたか。はい、なくて初めて来たことないですね。今回が初めてです。はい、行ってみたいところとかはあります。下関の方のなんか唐戸市場っていうところはやっぱりみんな、まあ、魚も美味しいって言いますし、まあ、萩の方も行ってみたいなと思います。魚好き。魚大好きです。あ、なるほど。じゃあちょっとそれに関連して好きな食べ物は何でしょう。嫁のご飯っていう本当に嫁のご飯美味しいんで。あのご家族がすごくこう仲がいいというか、沼田選手がご家族をすごく大切にされてる印象めちゃくちゃあるんですけど。本当ですか。ありがとうございます。はい、じゃあその奥様の手料理で好きなものは、はい、全部だと思いますか。そうですね、なんだろうな、本当に奥さん、あの発酵食というか、あの麹を使った料理がすごい上手なので、なんですかね、なんだろう、塩麹とか醤油麹とかを本当に上手に使っているお料理するので。ということは和食が多い。和食が多いですね。和食を好きです。何でも好きです。鶏肉でこう塩麹でつけたのをこう入れてみたりとか、うん、とかもあるし、普通になんていうの、漬物的な感じで塩麹にやったりもしますし、あのハンバーグも美味しいです。ルーティーンはありますか。ルーティーン、でも甘酒とかは結構取り入れるようにしてます。すごい。奥さんの影響。まあそうですね、最初はやっぱ奥さん、嫁の影響で甘酒を知ったんですけど、そこからはもう自分で作ったりもして。え、甘酒どうやって作るんですか。甘酒は、まあ、お米炊いてそこに麹をとお米とお水を混ぜて、あのそういうあのヨーグルトメーカーみたいな、その発酵させる機械があるんですけど、それに、まあ、ぶち込むだけですそんな簡単に甘酒ってできるんだ。あ、そうです。それで12時間ぐらいできるんで。どのタイミングで飲むとかあるんですか。朝とか僕はあの納豆とかに入れたりもするし、普通に納豆に甘酒入れるんですか。納豆にあの納豆のタレってあまり使わないので、醤油と甘酒入れてちょっとあの甘み出してタレっぽくするたりとか、練習終わりとかに豆乳と甘酒混ぜて飲んで、あのちょっとあの何ですか、リカバリー食品プロテインじゃないけど、そういう感じで飲んだりもしてます。すごいこだわりですね。健康的です。めちゃめちゃ健康的。はい、私もちょっとじゃあ作ってみます。ぜひぜひ作ってみてください。そうですね、僕はあの本当に食べることが好きなので、美味しいご飯屋さん見つけたりとか、あとはコーヒーも大好きなので、コーヒーを、まあ、豆から引いて飲んだりするので、まあ、コーヒー屋さんだったりとか、美味しい豆売ってるとこ探したりとかもそうですし、キャンプも好きなので。キャンプ、はい、バーベキューとかも好きなので、まあ、バーベキュー場はチェックしてます。もう山口にもきっとね、いいコーヒー屋さん。はい、あの山口市の方には2つぐらいもチェックしてます。なんかチェック早くない？チェックはもう俺も自分でもびっくりしてますけど、 Google マップとかに、あのなんていう、まだ行ってない店とか、そのチェックリストを作れるんですけど、もうすでに多分もう50個以上は多分チェックしてます。マジですか。でもあのブラジルに行った経験っていうのは、はい、何かこう自分の中でそういう人生観って影響してたりするんですか。人生観、そうですね、まあ何ですか、自分から何かやらないとやっぱり何ですかね、仲良くもできないし、その受け入れてもくれないっていうのはあるんで、まあいろいろ探したり、新しいものが好きなんですね、僕。もともと。だから新しい場所だったり、新しいお店だったりとか、新しい人に出会うのも好きなんで、それを大切にしてつなげてっていうのはすごい。まあでもブラジルに行ってからかもしれないですね。高校にいる時はちょっとあの近所でしか過ごしてなかったですけど。そりゃまあそうですか。尊敬する人とか憧れの人でもいいですし、あと自分の人生にこう影響を与えてくれた人がいれば教えてください。尊敬する人、うん、サッカーの上に尊敬する人は、
僕はガンバと大宮で一緒にやってたんですけど、あの家永くんは本当に影響を受けましたし、めちゃくちゃサッカー上手くて一緒にサッカーしたら自分もサッカー上手くなったように見慣れるような選手だったので、はい、すごい尊敬してますね。今日のコーディネートのポイントを教えてください。ポイント？いや正直ポイントないっすけどね。その、まあ、正直ちょっとあんまりよく分かってないんで、僕おしゃれとか疎い方なんで、嫁コーデっていうことで。こだわりはあるんですか？いや特にないです。前髪は ふわふわするんで、あの浮かしたいっていうのはありますけど、うん、まあ、去年とかパーマとかもやってましたけど、ファンも意外と好きでしたけどね。そうなんです。はい、ぜひ試合スタジアムに来て試合見に来てください。よろしくお願いします。